ラジオニュース種まきジャーナル、今日の特集です。今日はですね、2011年を、まあ、皆さんと共に振り返りたいと思っているんですが、まずこの浜典子さんというね、はい、存在というのは私日本の女性にとってね、ものすごいエポックメイキングな存在やと思いますわ、うんうん、あんなにね女の方でね、うん、バサッと権力の中枢についてもね、うん、切り込んでいかれるっていうのは、うん、なかなか今までにいらっしゃらなかったと思いませんか。そうですね、まあ、全て、まあ、実証主義というか、まあ、浜さんはあの、はい、ヨーロッパにも長くおられて、そうなんです、ロンドンが確か長くいらしたと思うんですよね、まあ、実体経済をきちんとね、はい、見られた上で、まあ、もちろんすごい博学でですね、私は印象深いのは、はい、ギリシャ哲学とかギリシャ神話、まあ、西洋のこのなんか根源的なものをですね、はい、ちゃんとこう踏まえた気鋭の、まあ、エコノミストという印象ですよね。ねえ、うん、浜典子先生は同志社大学で教えてらっしゃいますけど、私同志社大学の浜先生の、うん、研究室にお邪魔したことがあって、あ はい、その時もですね、もう初対面だけど、うん、じゃあまあちょっと一杯行こうかみたいな感じであそうですか、なんか本当ね、男同士みたいな、ね、付き合いっていう感じでね、付き合いを始めさせていただいた浜先生なんですけども、ロンドンでエコノミストの経験が長くていらっしゃって、うん、国際経済学という形でほんまにグローバルな話をいつもしてくれはります。そして、うん、平野さんがおっしゃったみたいに、うん、確かにね、ギリシャの、うん、哲学とか、うん、ギリシャの悲劇とか、うん、そういうこう比喩がいっぱい語本に出てくるの、うん、ね、だから絵本も出てきますよね、童話とかね。あ、そうそう絵本っていうのわかりやすいんですよ。実はものすごく恐ろしい大人の真実が、はい、描かれているんだなっていうのがありますけれども、やっぱり今歴史の勉強をねしてこそね今が見えるっていうのが浜さんの、ご本にも書かれています。今ね浜先生と今お電話をつなげようとしているところなんですけれども、皆様にはですね、この問題を切り込んでほしいというメール、ファックスを今日頂戴しております。今からでも結構でございますから、どうぞいただきたいと思います。ファックスは 06-6809-9090、そして E メールの場合は、tane@mbs1179.com、tane@mbs1179.com でお待ちしております。それでは一旦ここで種まきジャーナルコマーシャルもあります。種まきジャーナル、毎日新聞ホット兵庫編集長の平野幸男さんと私、水野明子でお送りしておりますが、平野さん、はい、私は昨日平野さんのね、お話を聞いてショックを受けたことがあるんです。はい、それは、パリに行って帰ってきはったばっかりやったじゃないですか、昨日ね。パリ帰りでスタジオに来はったような状態やったでしょ、はいはい、で、パリがなんとなく寂れてるような感じがして、うん、いわゆる花の都、文化の街パリっていう感じがしなかったって聞いてね。うんうん、しなかったですね。とってもショックだったんですよ、うん、ね、路地裏入るともうゴミは散乱してるし、落書きは多いしね、地下鉄はもうなんていうんですかね、女性一人では非常にこうなんかちょっと物騒な感じがするんですか、うん、でホームレスみたいな人も多いですしね、うん、まあこう日銭がせりっていうんですか、うん、でなんか物乞いをする人も、じゃあこう貧困が目に見えて街のあちこちにあるということでしょうか。それでまあ飛行機、まあ、行き帰り乗った時に、うん、やっぱり銀行解雇されたという人がね、銀行組になった人、うん、中東に帰るという人も身近にいましたけどね。パリって、よその国から、いらっしゃってる移民の人の数も多いんですよね。フランスで生まれたら自動的にフランス国籍が取れるということで、まあ、非常にこう自由でね、はい、しかもその社会保障というものが充実してるということで。子育てもものすごくしやすいって聞きますし、いいとこもいっぱいあるけれども、今、やっぱりそういう貧しさみたいなものが出てますか。そうですね。まあ、私は両替をしていたんですけど、かつては、まあ、友達とか、知り合いに聞いたら、1ユーロ170円という
ていう時代がね、2、3年前まであったのが、今、104円。104円もうほぼね、日本円で換算しやすい100円という話題に近づきつつあるということでね、買い物なんかは、非常にこう、しやすかったですね。確かに円高になってるけど、でもヨーロッパの人たちにとったら、いや本当にしんどい状況になってる人もいると思うんですよね。うん、だからフランスでさえもうやっぱりね、こうそういうもろに影響が出てるという印象だったんですよね。だからまあフランスドイツは大丈夫だと言われたのが、そう思ってました。もう今はもうフランスはもう見舞われてますよね。国債の利率がもう高くなってんだ。まあドイツにも波及してる。でも今日お話聞けると思うんですけど、はい、浜さんの持論はひょっとしたら、もうドイツ最も優良な国であるはずのドイツも、ユーロ圏から抜けるかもわからない。そうか、もう弱小の国が列をなして脱退するんじゃないか、どちらかだろうというような話をね、浜さんがしたような記憶があるんですけども、つまりそのユーロでせっかく統合したにもかかわらず、通貨統合したにもかかわらず、優等生ともうアカン組があって、アカン組がものすごい増えてきてるってことですね。で、浜さんの連れて行かれへんとドイツも。で、フランスがあんた優等生やったつもりやんか、あんたまであかんかいなという、そういうことだから、浜さんは本人は、なんか大リーグになぞらえて、メジャーとマイナーに2つに分けた方が、分けるような、方策もあるんじゃないかというような、提案もされてますけどね。ユーロがつまり一つではもういられないんじゃないかっていうことですね。いやー、せやけど、フランスがそんなんて、ちょっとね、はい、平野さんのお話伺ってて思い出すのは、ニューヨークのちょっと昔ね、はい、ジュリアーニさんが市長になって、いろんな改革なさる前に地下鉄の怖さですか。地下鉄がね、確かに落書きはすごいわ、もう一人で乗るのは怖いわ、で、街は汚れてるわって、なんかあんな感じしますよね。そうですね。逆に言うと、あれより逆に怖い、私もニューヨークの地下鉄も乗ったことあるんですけど、あれよりは今回は若干、まあ、怖いと言ったら言い過ぎかもわかりませんけど、ちょっと不気味なね、印象も若干ありましたね。そんな風に今ヨーロッパがなってる。そうですか。浜典子先生に、じゃあお話伺います。同志社大学大学院教授の浜典子さんです。浜さん、こんばんは。はい、こんばんは。どうぞよろしくお願いします。毎日新聞の平野です。よろしくお願いします。はい、こちらこそ。はい。今日はですね、2011年を、まあ、振り返って、浜先生、いろんなこときっと起こってはるやろうと私は想像しているんですが、はい、もう浜先生が特にこれ許されへんねんと思ってはるのはどういうところでしょうか。あまりにも多すぎて。多すぎて。どこから始めたらいいかわからないという感じがありますけれども、やっぱりこの現実直視があまりにもいろんなところでなさすぎたっていうことですかね。現実を直視してなさすぎ、そうですね。もう目の前にぶら下がっている問題を真正面から見ると、まあそういう意味では 目の前にぶら下がる前に見とくべきなわけですけど、まあヨーロッパをはじめとして実は、そして実は日本が一番深刻な財政問題もそうですし、はい、で、まあこの、まあ、地球経済はどこに行ってしまうんだっていうことについて、まあ、G20 の会合とかも何回も何回も繰り返してきたわけですけれども、そこで結局みんな自分のことしか考えずに、まあ、これからこのまんまで行ったらどういうところに行ってしまうのかっていうことを考えることがないということですね。浜さんのご本でね、はい、こういうタイトルのものが出ております。EU メルトダウン。はいはい。これはもうゾッとする言葉ですよ。欧州発世界がなくなる日っていうサブタイトルついてるんですよ。はいはい、EU がメルトダウンしてしまうと、これそのまあ言ったら最悪のシナリオというのはね、はい、ヨーロッパ発信でどういうことになるんでしょう。そうですね。だからまあいわゆるこのグローバル時代というのを我々は迎えているはずで、グローバル経済というものを共有しているはずですけれども、でそのグローバル経済というこのまあ一つの生態系の中でみんなで一緒に生きているはずなのに、その我々がお互いにみんな自分のことをしか考えないことによって、まあ、その生態系がズタズタに壊れていくことで、みんなで一緒に奈落の底まで行くとか、
というか、まあ、永遠の暗闇に突入すると、それが一番怖いことですけれども、みんなでだんだんこの一番怖いことに向かって突入してるっていう感じ、ね、今も突入したまま上り調子なことはないんですね、うん、そうですね。でそこで今その私が思うのは、大震災の直後に、みんなで我々がみんなでこの買い占めとか買いだめとかやったじゃないですか。でそのことで結局スーパーとか、こうコンビニから物が消えてしまいましたよね、うん、であれってそのこう個別的に見ればね、その、個人個人や、個別家計で見れば明日どうなるか分かんないから一生懸命生活物資を備蓄しようというのは結構全然合理的な行動ですけれども、うんうん、その個別的に見れば合理的な行動をみんながやることによって、うん、結果的にものすごく怖く不合理な状態に陥ってしまいましたよね、はいはい、あれと同じことを地球経済大で今みんなでやっている感じがするんですよね。自分さえ良ければという買い占めやってると、はい、世界がどうなるんだっていうことですか、だから自分さえ良ければもう、もう背に腹は変えられないという意味では個別的に見れば責められないですが、うんうん、だけどそれをみんながやるとみんなで永遠の暗闇に突入ということになる、まあ、だから G20 の国々がそれぞれみんな自分さえ良ければで行動しているとみんなで奈落の底に行くと、だからまあなんか2012年というのがすぐそこまで来ているわけですけど、2012年はそういう方向に突入するのか、はい、それをみんなの知恵で回避できるのか、それが決定的に問われる年っていう感じがしますね。ラジオネーム明石のケインズさんという方はですね、はい、その2012年景気は回復するんですかって聞いてらっしゃるんですけど、うん、この景気もじゃあ日本だけが回復するっていう話をしても、はい、ダメってことでしょうか。そうですね、みんなつながっちゃっているので、だからヨーロッパで財政危機が起こって、うん、でヨーロッパでその財政危機を起こしている国の国債を持っている金融機関が破綻すると、その金融機関の貸ししぶりとか貸し剥がしでアジア経済が痛むっていうことになり、でそのアジア経済が痛めばその、まあ、日本もいろんな生産拠点を持っているとか、うん、輸出先として当てにしているところがダメになるっていうことなんですよね、うん、だからみんな一蓮托生なので、それを十二分によく考えながらお互いに助け合っていかなければいけない、そんなん言われてもやっぱり私は日本だけでもとにかく先に景気が良くなったらええななんて思うんですよ、うん、こんな私はダメでしょうか。あかんのですね。あかんのや私じゃあ